アレキサンダー・リーチャンっていうブランドは、そうだな、まあ、今衣食住っていうそのことっていうのは、まあ、こと足りてることだと思うんですけれども、まあ、人生、まあ、人間生きてて喜怒哀楽っていうものっていうのがあることがすごく大事だなっていうのをやっぱりそのひしひしといつも感じてることがあって、でそれをしてくれることっていうのはなかなかそのブランドっていうのはなかなか少ないんじゃないかなと思ってる時に、まあ、自分たちがそういうことができたらいいなっていうことで、まあ、喜怒哀楽のまあどれかをできる、まあ、そういうきっかけ作り、まあ、ができるようなブランドであれたらいいなっていうことで、まあ、それでアレキサンダー・リーチャンっていうブランド、まあ、僕自身のこともそうだけど、まあ、どういう役割ができるのかなって思った時に、まあ、喜びだったり笑いだったりっていうことを提供するのが一番自分の得意なところかなっていうことで、自分でそれをメインにねやれたらいいなと思って作ったブランドですね。でやっぱりそれを、まあ、うちの服だったりそのプロダクトを身につけることによって、まあ、自分だったり恋人だったり家族友達が、まあ、それに感じて、まあ、楽しいな受けるなっていうふうに感じてくれるような商品展開ができたらいいなっていうのはいつも考えてて、で今回のショーに関して言うと、まあ、それもそうなんですけど、まあ、今こういう世の中になって、まあ、何でも事足りてたりとか全部やってくれるってことがメインになってるけど、やっぱりその自分たちで何かできることっていうのは絶対あると思うんだよね。でそのできることっていうものはものづくりだったり音楽作ったり、別にただ人を笑かすだけだったり、まあ、酒飲めるしことしかできないっていう人もいたり、でもそれがみんなが集まったことによって一つのね集合体になるっていうのはあると思うし、それってすごく素敵なことだと思うので、まあ、自分は何ができるんだろう、でそれを得意なところを集めてピクニックできたらいいよねっていうのが、まあ、今回のショーのコンセプト、まあ、それと、まあ、今回のモデルさんたちのメイクに関しては半分で右左顔は違うっていうこと、どういう意味かなっていうのは、人ってやっぱりその何だろうな、表と裏があったり、まあ、光と影の部分があったり、そういうものが両方垣間見れるからやっぱり人間って面白いわけで、でも友達にはある一面しか見せなかったり、ある一面は隠したりするっていうのは罪じゃないですか。でもやっぱりそういう友達とかね、みんなに裏を見えたりとか裏しか表が見えるようになったら、もっと仲良くできるんじゃないかなって思う気持ちを表していけたらなぁなんて思って、ああいうショーにしてみたんですね。まあファッションショーって、まあ、僕も他のブランドのやつも見たりとか雑誌で見たりした時に、やっぱりそのかっこいいっていうところっていうのは結構肩がこわばったりね疲れたりする部分もあるんだけど、楽しいよねっていうふうに思うショーができたらいいなって。そしてなんでいきなり笑えるとかって言って超面白かったとかっていうものってどういうふうにできるのかな、どういうふうにできたらいいのかなって思ってて、なのでやっぱりデザイナーが一番最後にちょろっとカッコつけて出るっていうよりは、いきなりデザイナーが歩き始めたら、まあ、みんなびっくりするし、そこでみんなのその気持ちのなんかをこうほどけたらなと思って、でそこからね楽しそうにいろんな人間が出てきていろんな形ができたらいいなと思って、ああいうショーも なんていうのかな、流れも作っていったりしてみました。まあ、そんな感じ。